坂本、きっと鴨志田先生のところに行くつもりで。2階の体育教官室だよ。体育教官室に入っていったぞ。急いで追いかけ。てめえ、あの子に何しやがった。なんだいきなり。しわばっくらんな。いい加減にしろ。あれが指導の門かよ。なんだと。俺はここに鈴井を呼べって命令されてたんだ。きっとここで鈴井は。証拠もないことをペラペラと。要はレギュラーになれない当てつけだろ。そんなんじゃ。100歩譲ってお前の想像通りだとして何がどうなるんだ。たった今病院から連絡が入った。意識不明で回復は絶望的。そんな奴が何を訴えるって。もう回復の見込みはないってよ。かわいそうに。またそれかよ。ならもう一度正当防衛が必要だな。うっせんだよクソが。なんで止めんだよ。けどよ。ほほ、お前が止めるのか。驚いたな。遠慮しないでやれよ。あ、そうか、やれないか。まあそうだよな。ここにいる全員退学だ。次の理事会で吊るしてやる。そんなこと簡単に決められるわけ。こんなクズどもの言うことを誰が本気で取り合うか。三島、一緒に脅迫してきたお前も同罪だからな。才能もないのに部に置いといた理由分かってなかったとはな。それに一緒に被害者面してるけど前歴のことばらしたのお前だろう。ネットに書き込みしたんだよな。ひどい話だよ。三島？言われて仕方なく。さあもういいだろう。退学だ退学。お前らの将来俺に奪われて終わりってわけ。分かったらとっとと出てけ。こんなやつのせいで。お前、そうか、あれか。はあ、頭どうかしたか。クズの言うことはよくわからんが、やれるもんならやってみろ。処分を待つしかないだろうがな。